タムアソートライブスでーす。岐阜から1000キロ以上走ってやってくることができました。ありがとう、よろしくお願いします。せっかくオーマーグロックまで来たから一曲歌わせてください。いらねーぜ原子力発電所、2011年のほらやっぱ震災の年のやっぱりオーマーグロックがすごく残ってるな。すごいなんか報道の人たちがいっぱい来てたり、海外の人たちがカメラ持ってきてたり、なんかすげえ状態なんだなと思った。なんかすごく、すごい重いっていうか、もうなんかもうずっと続けるしかないんだろうなと思いましたよね。でなんかただし、まあ、集会はもちろん必要なんでしょうけど、そこになんかこういう音楽、ね、音楽ってなんか和らげるじゃないですか、人もなんか。でも反対っていう感じはちょっとね、反勢力っていうかね、また反対が反対でこう戦争を生んじゃうっていうか、そういうところがあるからね、音楽が入るとすごくやっぱポジティブな感じに持ってきるよね。来る時もさ、ずっと6カ所とかね通ってきたから、なんか気持ちがだんだんこう、なんかちょっと背筋がちょっと凍るような感じの。あとこの道とかどう思った、この鉄条網でね、ドキドキするよね、なんかね、ちょっとネガみたいな、ネガティブみたいな、こうすごくここ来るまでネガティブな感じな気持ちになってきたから、すごくポジティブに行きたいです今日は。これは僕の英語の練習の歌でもあるんだけど、やっぱりアメリカの内側から物事が変わるんじゃないかなと思って、今はいろいろネットメディアもすごい洗練されてきたしと思って、とりあえずね、いろいろアメリカの内側に働きかけてみようと思って、カタカナ英語から勉強して歌っております。日米原子力協定とか日米地位協定とか、それを今のね、今の若いアメリカのみんなに考え直してほしいなっていう、そんな気持ちで歌ってます。 English lesson You know by now Military is crazy The world is waiting for the time When America's content Please remember the USA be nuclear cooperation agreement Please represent the USAAgreement. I know your discontentment.
大好きなね、もう人たちが集まってね、なんかあの輪になって踊ってるとかも、うん、あれ最高だったね。分かった、分かったよね、本当に。久々になんかこうやって、なんつうだろう、あんまり構えずに楽器持ってわーって感じでさ、みんなで遊べた感じがして、あ、で、奈良さん、ちょうどライブ終わった後に奈良さんには、ここが原点でしたねみたいな感じで話して、あ、そうだそうだとかすごい思ってさ、そうだね、なんか続々ステージ上がってたもんね。続々増えてきてね、よかったよかった。ここはなんていうの、もうフェンスでこんだけの土地なわけですよ。これ以上膨れ上がることはできないわけでしょ。だからもう濃くしていくしかない感じなんでしょ、このイベントはさ。リアルにして濃くしていくっていう、なんつうの、薄めてポップにしていくイベントじゃないんだなってすごい分かったよね。うわ、だ、こういうことになるんだとか思って、濃くして、でもここでそういうクリエイターが集ってバーンって拡散する場所だよね。フェンス取っ払って広くする感じじゃないもんね。やってて気持ちよかったよ。今日は久しぶりにあの背中に電流が走りました。ビリビリビリって。おばちゃんも踊ってたもんね。俺もうあれが一番嬉しかったわ。あれが本当嬉しかった。盆踊りになったもん。あれが一番、もうあれがやりたいこと。ねえ、気持ちよかった。すごい。本当本当、あれがもう一番好き。一つになった感じ。